情熱の電波による人命救助、セコム AED 講習会が救った命。牧田がその夜勤務を終えて電車に乗っていた時、鈍い音がしたので振り向くと、50歳くらいの男性が倒れていました。私は一目散に駆け寄りました。大丈夫ですかと繰り返し呼びかけましたが、意識がほとんどないので緊急事態と判断しました。もうすぐ駅に到着しますよ。頑張ってください。頑張って、頑張れ。駅に着くとすぐに駅員さんが駆けつけたので、119番通報と AED を持ってきてくださいと依頼。20代前半ぐらいの2人の男性がさっと現れ、それじゃあ行きますよ、せーの。男性をホームに降ろしましたが、完全に意識を失い呼吸も止まってしまいました。これはまずいと思ったその瞬間、私の体が勝手に動き、とっさに胸骨圧迫を開始していました。呼吸が止まってまだ時間が経っていない。とにかく助けたい一心で押し続けました。10分ほど経過した頃、体力の限界を感じるようになりました。限界かもしれない、誰か交代できませんかと周囲に問いかけようとした時、俺たち変わりますよ。ありがとう。もっと強く押して。その光景はまるで救急救命士のようでした。 AED が到着、装着準備を開始。まだだ、続けて。男性の意識が戻り、軽く咳込み呼吸が回復。その後ホームに居合わせた医師が駆けつけ、救命処置を開始。数分後、救急隊が到着し、病院へと搬送されました。大丈夫みたいでよかったですね。そうですね。あとは医療機関にお任せしましょう。ところで、胸骨圧迫、的確でしたね。お二人のご協力で救われました。本当にありがとうございます。実は今日、警備会社のセコムの人が来て胸骨圧迫を教わったばかりなんですよ。お兄さんもセコムの講師の方みたいでびっくりしました。ひょっとしてセコムに教わりました？いえいえ、でも今日教わったことが役に立ってよかったですね。はい。では失礼いたします。実は私は長年 AED のご契約先に出向き、 AED 講習会の講師をしています。今回男性の命を救えたのは、青年2人が勇気を持って行動してくれたこと、そして社内の誰かは分かりませんが、熱意を持って青年たちに講習してくれたセコムの仲間のおかげです。いいですね、非常にいいですよ。私がインストラクターになるために受けた研修の際に、講師の方が、これは AED の講習ではありません、人の命を助けるための講習ですという言葉がすごく印象に残っていて、その後私が講習をする際も必ずそれを言うようにしてます。 AED の使い方を知っていても、いざという時に行動に移すことは難しいもの。牧田は教えてくれた。目の前の命を何とか救いたいという素直な情熱が行動につながるのだと。